僕は鹿の院平蔵、天領奉行で最も多くの事件を迅速に解決する探偵さ。浮気調査にペット探し、探偵所の案件はいつもこんな感じで、戦闘屋を使い物探しみたいな仕事はしないけどね。逃げようとする犯人を優れた頭脳で捕まえる、それが探偵の仕事だ。手がかりをつなげて真犯人に迫り、自らの手で破名に最後のひとかけらをはめ込む。まったく、最後の最後で武力を使って抵抗する人がいるんだよね。でもそれが通用するなんて思ったら大間違い。さっきの雨で手がかりが洗い流されないといいんだけど。